西行の娘から1199年は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての二層。西行の娘で俗名、法名とも不明であるため一般には単に西行の娘と呼ばれている。西行の娘は西行が出家の際にすがりつく娘を蹴落として家を出たという西行物語に描かれた逸話で知られる。江戸時代に広まった 西行物語の半本には、この他に、父と娘とが再会した話、父の勧めで出家した話や、出家後は、母と共に、高野さんの麓の天野の地で修行に明け暮れた話、生涯男を知らないままで死去した話といった、いくつかの逸話が含まれている。しかしそもそも、西行物語は、 生涯に何度かにわたって行われたと見られる、西行の欧州など遠方への旅を一度きりのものとして描くなど、史実を忠実に記録したものではないと考えられている。加えて、西行物語は、写本、半本間の移動が大きい作品であり、古い時代の写本では、父の出家時の逸話しか存在しないため、それ以外の話は、後世の負荷の可能性が高く、 これらをもとに史実を探ることは困難であるとする見方も存在する。西行に娘がいたこと自体は同時代の他の文献などからも確認できるものの断片的に触れているだけのものがほとんどであり、名前のことなど不明な点も多い。鴨の町名の発信集では西行が出家時に娘のことを弟に年頃に,頃に頼んでいたとするなど、 西行物語の記述とは大きく異なる記録も少なくない。西行の妻と娘が修行しながら住んだと伝えられる和歌山県伊郡葛城町上天屋にはといった遺跡が存在している。娘を蹴落とす桑原博士全員役中、西行物語ピアニッシも63から67、娘との再会、桑原博士全員役中。 採行物語ピアニッシも217から222娘の出家桑原博士全員役中採行物語ピアニッシも222から231天野の母子桑原博士全員役中採行物語ピアニッシも231から234歳子の死桑原博全員役中採業物語ピアニッシ百五十一から五十三 西行本人が没したとされる大阪府南河地群河南町広川にある広川寺に江戸時代になってに雲が混流した西行道王とは別のものである。ありがとうございます。